I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Hello, people. Please enjoy the video and. You know.兄のユーゴです。私は今まで兄の世話をしていても、あまり悲しどんなに話しかけても、触っても反応が返ってきたことはありませんでしたけど、それが当たり前になってしまっていたんです。でもこの悲しくなりました。何も喋らず。私はエデンを守るため、それに助けてくれた俺、突き合わせてしまってすみませんでした。確か病院、よかったらどんな内容なのか教えていただけませんか？そうでしたか。あの山科さんが錯乱状態で入院です。わかりました。
誰だお前は。そうか、神城の手先だな。ここにいましたか。さす、何なんだ君たちは。一度裏切った私に何の用だ。私が裏切られた。8年前、何かがあった。それでやめろ。そうだ、知らなかったんだ。覚えてない。思い出したくない。思い出せない。大丈夫ですか山科さん。何があったのか。花と私は神城の関係者です。あなたのお役に立てることが。神城、そうだ、私はそこで。そこに頼む。私を研究所に、六本木地下施設に連れて行ってくれ。なぜ行かなければ。あそこで私は行かなければ、行かなければ、行かなければ。行ってみるしかなさそうですね。研究所に着きました。山科さん、そうだ、ここだ。ここで私は研究をしていた。何を。記憶。何かを思い出しているみたいですね。精神面だ、スキャン。あ、そうだ、そう、私が研究していたのは精神のデータ化だ。精神のデータ化。私だけじゃない。スエド。記憶を奪われた、スエドさんに。頼む、私の記憶を取り戻してくれ。この数値を使えばそれができる。もう覚えていないことで苦しむのはたくさんだ。私がオペレートします。山科さん、指示をお願いします。まず私の精神データを読み込んでくれ。それをデータとして書き出してからコピーを作る。そのコピーデータをハードウェアの改ざんされたコピー、私の現在の記憶を仮想記憶領域で。山科さん、これはコピーしたデータがデジタルシフトを起こしてる。プロテクトの除去。無理しちゃダメだよ。
ちゃダメだよ。ここは逃げるよ。大丈夫ですか、山科さん。ああ、大丈夫だ。記憶が一気に戻ってきたので、少し混乱しているが、意識ははっきりしているよ。私の体はずっと、本当の記憶と向き合いたがっていたのかもしれない。聞かせてください。山科さんの記憶には、一体何が刻まれているんですか？8年前のエレンのベータテストのことさ。ベータテスト？ああ、数百人の参加者を招いて実施したエレンのクローズドベータテスト。運用実験を兼ねたテストプレイヤー。当時私が所属していたナイルコープは、すでに神城に買収されたベータテストは、私とまさかあの体験会で、ベータテストの最中、参加者の子供たちの自己人が原因不明の意識障害を起こして、4人はすぐに意識を取り戻したが、うち1人の少年は最初のエデン症候群の患者になった。その少年というのは私。そうか、
君は上城社長の院長さんだったのか。兄の他に4人もの子供たちが事故に遭っていたなんて。山科さん、すまないが、覚えてはない。記憶の改ざんではなく、本当に知らないんだ。私たちの作ったエデンが子供の人生を奪ってしまった。自分が犯した失敗を直視できず、罪の意識で私の精神は病んでいった。それを見かねてスエドは私の記憶を消してくれた。彼は私に、エデンネットワークはベータテストの段階で様々な行政機関との提携が決まっていてね、莫大な金が動いていた。だから誰もこのプロジェクトを止めることはできなかったのさ。テストは成功した。そう報告するために、全てはなかったことにされたんだ。では誰もその子供、いや、スエドーだけは彼らと話をしていたはずだ。4人の子供は意識が戻ると口を揃えて奇妙な話をするようになったらしい。それはまるでおとぎ話に出てくるような世界の話だったそうだ。多くの研究者は、過度のストレスが招いたスエドーは違った。彼だけは4人の子供たちのことを一言一句聞き逃すまいとしていたよ。子供のように目を輝かせてね。そう、あれはまるで宝物を見つけた子供のようだった。ではスエドーさんに聞けば、その子供たちのことが、ああ、だが彼らの記憶を奪った。奪ったというのも、私と同様暗号化して封印したといった方が近いかもしれないな。記憶というものは改ざんはできる、完全に消すことはできない。でもどうしてそんなことを。当時の事件の唯一の手がかりだったのに。それはスエドに聞いてみないとわからない。しかし記憶の封印は、ところで勝手な願いなのは承知の上で、君たちに頼みたいことがある。私の記憶をもう一度封印してくれないか。以前の私は仕事にかまけて家族を顧みない父親だった。娘を地下を流せたことも一度や二度じゃない。でも記憶をなくした私なら、優しい父親でいられる。記憶のない自分こそが家族が望む理想の私ということだ。本当にいいんですか。それでこのシステムが改ざんできるのは記憶だけです。いつかまた無意識化の罪悪感に苦しむかもしれません。君の言う通りだ。私があの症状に見舞われたのは肉体への記憶のシフトによるものだからな。記憶のシフト。人間の記憶というものは脳だけに存在するわけだからこそ、たとえ頭を言う人間はそういう風にできているのさ。だが君たち頼む、もう一度。一体どうしたら。これでよかったのでしょうか。私はこれで失礼。エデン症候群の謎を解くためにまた連絡します。忙しいところすまんが、お前さんに応援を頼みたくてな。
大至急新宿に来てくれないか。てめえこう広いし。うるせえ、ちょっと待って、俺たちじゃ手に負えねえ。今のと似たようなバケモンが地下にもいるみてえでな。そっちの方も頼まれてくれるか。それと実はな、こんな状況で呼び止めることもできなかったが、あのバケモンどもを追っていったらしい。今のあいつには俺なんかよりお前さんたちの方が必要だ。行ってやってくれ。よう、久しぶりだな。こんなところで会うなんて、誰かの差し金。って、冗談だよ、冗談。指名手配犯に心配されたくない。警察や人目を避けながら、今、泣き言は後だ。イーターに追われて、俺といると指名手配って、いいデート。似てるぜ、オタクが来てくれたのは。行くぞみんな。
終わったか。お疲れさん。間に合わなかったってのか。くそ、鬼、もっとち厄介だな。なあ、
おた、こいつらに意思ってこいつらの目的。それは、スエド！てめえふざけんなよ！いつも都合よく現れやがって！観察と分析こそが新田君の興味津々。お前、いた、やはり、興味をお持ちですか。多少長くは、ところで新田君。なんだよ、君。その通り！そんなもん。それは、生物の本能に感情と論理の火花が乗っているだけです。もっともっと原始的に考えていただきたい。生物が生きるのは死を保存するため。そのために生物は環境に適応し、すなわち、進化。進化？そのとおり。イーターは捕食したこれが、あなた方のドイーターの真の能力はバグ化にあらず。彼らの真の能力は、それら吸収したデータを自らの中対象を捕食することで自らを書き換え、あら、つまりそれは進化。イーターは捕食を繰り返しながら進化し、イーターも進化するために食べてるっつうのか。そうです。なんとも素晴らしい能力だとは思いませんか。コイーターにとってはあらゆる存在が進化の結。それがたとえ人間が幾世層を経てよ、進化のために。確かに私はですが、私と岸辺さんがも、あ、岸辺さんは次元の扉を開く、私は壁の方がしっくりくる。ああ、壁でも扉でもどっちも。イーターに結果、現実世界はデジタルワールドの影響を受け、リアルとデジタルの完全なる何ができるなんてものじゃありません。現実世界を自分が求める完璧なものが得られるまで何度。そいつがあんたの、それってひょっとして。そうですね、新たな力の獲得。成し得たいことがあるのならば、たと力あるものを喰らい、自身を書き換えなさい。そう、何もせずに現状を嘆くのは、ただの怠慢ですよ。さあ、アルタ君、君はどうします。どこ、俺は、いや、ところで、アルタ君。なんだよ、まだ何か。気をつけた方がいいですよ。あ、う、し、ら。進化できないものは、いずれ淘汰される。迷いは禁物です。やあやあ、新田君、戻ってこられて、ようやく進化の岐路に立てたというのに、消えてしまっては元も子もないですからね。ご気分はいかがですか。これは、これはこれは、ああ、新田くん。いる。でも、もう大丈夫です。もうすぐ、悲しいことは何も。悲しみが。さあ、新田くん、共に、この不完全な世界を新たなるステージへと押し上げるために。そうすれば。心配してくれてんだろ。
わかるぜ。なんたって長い付き合いだけど、でかい宿題が残ってたことを思い出しちまった。それ力が必要なんだ。さすがあなた、君こそ。それは本。京子さん、なんですかあなたは。邪魔をしないでいい。どうです、あなた君。これがプログラムを書き。まだまだ。すまねえ。悪いけど俺。それで後悔はしないのか。後悔だ。もうずっとしてたんだ。やめておけ。彼の決意は固い。今は何を言っても無駄だ。君が今すべきことは何だ？私の助手なら答えてみて。全く意味がわからんが、君らしい答えではある。その答えがいかなる結末を導き、今は深追いしても仕方がなさそうだ。極上のコーヒーが、とはいえ、悠長に。